皆さんは撮影時に構図意識されてますか？本日はですね、またあの構図の話させていただきたいと思います。ご覧になっていただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、前々回かな、構図の話させていただいてます。で、実はその時に、お伝えしようと思ってた構図がまだ実はありまして、でこの前はさすがにそれ含めるとちょっと多すぎるなと思って省いてたものがあるんですけれども、で今日はですね、その改めて構図を4つご紹介させていただきたいと思います。また季節もだんだん暖かくなってきて、撮影にお出かけしやすい季節になってきたかと思います。で、僕も最近桜の写真をいくつかその構図を意識して撮ってきたので、その作例を含めて今日は構図の話をさせていただければと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは、さつかわれおやです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。それでは改めまして、今日は構図の話させていただければと思うんですけれども、今回はですね、こちらのチャンネルでは珍しくちょっと写真メインのお話にはなっています。で、ただ基本的に僕も動画をメインでやっていまして、このチャンネルをご覧いただいている方もどちらかというとこう動画の方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、基本的には今回の構図のお話は写真はもちろん動画でも全然お使いいただける内容になると思います。ただその上で前回に比べて今回は少しこう難しめの構図というか、こう使うシーンを選ぶ構図になってますということで、初心者の方というよりかはちょっとこう経験者向けの内容になるかと思いますが、その時に僕のやり方としては最初に写真でその構図を練習しておくっていうのが結構大事かなと思ってます。動画でいきなりチャレンジしてもこういまいちあんまりこううまく映らなかったりこうすることがあって、でその時に写真だと結構いいショットが撮れたりするんですよね。やっぱり動画よりも写真の方がこう比較的手軽にこう撮影に出かけられると思うので、こうまずはこう構図の練習を兼ねて撮影に行かれる時はこう写真から始めてみるっていうのも一つおすすめの方法です。ということを踏まえまして、今回は写真でのお話にさせていただきたいと思います。はい、ということで改めまして今回は4つの構図を僕が撮ってきた写真の作例を踏まえて、お話しさせていただきたいと思います。それでは4つの構図を簡単にご案内させていただきたいと思います。こちらです。まずはシンメトリーで、ネガティブスペースで、放射線構図に、被写界深度という内容になってます。ということで、この4つの構図を、作例と構図交互に、ご案内させていただければと思います。まずはシンメトリーですね。こちら読んで字のごとくなんですけれども、構図としてはこんな感じです。はい、基本的に構図っていうのはその写真であれ動画であれ、バランスを整えてあげることでうまくこう視聴者の視線を誘導したりとか、いらない情報を逆に排除することで、より伝えたいものを、ちゃんと伝えられる絵作りをするとか、そういったことをこう構図を用いることで、表現できるということになっていくと思うんですけれども、でシンメトリーの構図がなぜいいのかっていうところで言うと、多分シンプルに綺麗になるっていうことだと思います。例えば物でもバラバラ散らばってる状態よりもちゃんと綺麗に陳列していた方が見やすかったり分かりやすかったりすると思うんですけれども、それと同じ原理でやっぱりこう揃ったものが並んでいるということで見ててスッキリするというか、こう美しいと感じる要素がそこに生まれるものだと思います。でも作例だとこんな感じになります。こう水面に映った桜とこう対比させるというか、そこでこうシンメトリーを表現してみたり、あとはなんてことない風景なんですけど、休憩所に座ってる方を後ろから撮ったショットなんですけれども、左右対称であることでよりこう雰囲気が生まれるというか、こう綺麗な絵にこう整えられるという要素が生まれたかなと思ってます。はい、続きまして2つ目の構図はネガティブスペースです。これはですね、その背景をこう一つの色とか、柄とか、そういうもので覆うっていうことですね。で、そうすることでこう背景のいわゆる情報が極端に少なくなるということで、そこに映ってる被写体が際立つというような効果を生み出すことができます。例えば僕が撮ってきた写真で言うと、こんな感じですね。これは桜と空なんですけれども、空バックで写すともうシンプルに桜しか見えないってことで、しかも空の青と相まってやっぱりこの色が鮮やかにできたり、あとはこんな写真とか、あとはちょっと今回の動画のサムネイルにも使わせていただいたこんな写真とか、はい、ネガティブスペース用いることでよりインパクトがある写真が撮れたり、こう情報を伝えやすい絵作りができたりすると思うので、こちらもおすすめです。はい、続いての構図は、放射線構図ですね。
こちらもよく用いられると思うんですけれども、例えばその奥に続く道とかを狙ってあげることで、こう写真とか映像の絵にこう奥行きが生まれます。これによってこう二軸の世界がこう三軸の世界になるということで、まあ、よりこうシネマティックにこう雰囲気のある絵作りができる構図になってます。作例で言うと、まあ、こんな感じですね。僕はこう桜並木を写してみたんですけれども、本当はこういう道とかを写す時もこう道の奥に写したい被写体、まあ、主人公となる人がいるとか、まあ、そういった絵作りができるとよりこう主人公に目が向くようなこう絵作りができるので、まあ、そういった使い方もとてもおすすめできる構図になります。それでは最後になりますが、最後は被写界深度になります。で、被写界深度、厳密には構図ではないんですけれども、何が言いたいかというと、これもあの放射線構図と同じで、その絵に立体感を生み出すということが、まあ、非常に重要になる要素かなと思います。で、まずその被写界深度とは何という話なんですけれども、これちょっと詳しくお話すると長くなっちゃうので、ご興味がある方は詳しく説明していただいている YouTuber さんいらっしゃいますので、そちらをご覧いただければと思うんですが、すっごい噛み砕いて説明すると、その撮りたい被写体にピントを合わせて、うまく手前とか奥をボケさせて立体感を出すということを意識するっていうことを今日はお伝えしたいなと思います。で、この説明だとちゃんと説明しろよって怒られてしまうかもしれないんですけれども、まずはなんとなくそういうふうにご理解いただければいいのかなと思います。要は繰り返しますが、その前ボケを入れたり、その奥をボケさせることで、よりその平面の世界がこう立体的になるということで、雰囲気のあるシネマティックな絵作りができるようになりますので、こちらもおすすめです。作例を見ていただくとイメージが湧くかと思うんですけれども、こんな感じに映ります。前ボケを入れてより雰囲気を伝えたりとか、あとはこちらの桜は前ボケも入れつつ、奥はその池に浮かぶ桜の花びらをボケさせています。ということで、その手前と奥のボケがこう何となくこう写真全体の雰囲気になって、よりこう印象的な写真がこうできたかなと思ってますが、いかがでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。構図はね、たくさんあって、身につけるのが大変だと思います。で、僕的にはその最初はまずはそのできそうな構図をこう 2,3 個絞って練習してみるっていうのが得策かなと思います。 2,3 個身についてしまえば、例えばちょっと崩してみたりとか、あとはその2つとか3つ重ねて使ってみるとか、こう自分の表現の幅がこうぐんと上がるっていうのが、その本当に構図のパワーだと思うので、まずはそんな形でちょっとずつやってみるっていうのが、まあ個人的なおすすめです。なので今回みたいに、まあ、ちょっとこうカメラ持ってこう写真をパシャパシャ撮影に行くぐらいな感覚でこう構図をいろいろ練習できるといいのかなと思います。まあ、最近はね暖かくなってきたので、ぜひお散歩日和にカメラを持って公園にでも出かけてみて、構図の練習していただくなんて、とてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回の動画はこの辺にさせていただきたいと思います。もし今回の動画が面白かったよ、ためになったよって方は、ぜひ高評価チャンネル登録などいただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。また。